私が来た、私が来た。オッケー、強いね。オッケー、メタリックスだ。オッケー、このはいどうも、ひたまゆです。今日も今回はね、狙撃キングを使っていくんですけど、まあなんとか俺狙撃キング取り上げてんだけど、やっぱ狙撃キングマジで強いなということで、今回もネタがないので、ああ行ってしまう。今回もねやっていくんですけど、いやね、あの違うね、あの皆さんにお聞きしたいんですけど、今までのねやっぱ僕の一番面白い動画、まあそれをコメント欄で打ってください。なんかね、うん、なんか俺の面白かった動画ってみんなの一番印象に残ってるのってなんだろうっていうのが強くて、ちょっとね皆さん、あのよかったらコメントで打ってください。またね、なんかあのお願いしたい動画、まあやるとかやって、うんうん、リクエストとかね、リクエスト動画とか、まあ全然やりたいんで、まあ皆さんぜひよかったらコメントよろしくお願いします。それじゃあリーグいきましょう。はい、ということで1戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。やっぱね、狙撃キングね、マジで強いんだよね。マジで狙撃キングって、近づいたらメタリックスター、遠かったらファイアーバードスターという、もうなんともね、高回転、もうこうスキルがめちゃめちゃあるんで、まあとりあえずここ、あこれ、うわ、だよねやめて、今ね回避しちゃったから、今カウンター C、 早く、うわ、うまいな。オーケー、ナイス、オーケー、待って、隕石、目の前に隕石しまう。あ、取れちゃうよ、何やってんの。まあラッキーとして危ない。よし、まあ取ったからね。もうここ取ったらもう100人力よ。ここ取るのって、もう C 地点取るのってヒルバラでは正直しょうがないんだよね、やられて。うん、ちょっとこれ裏狙撃キングお願い、みんな耐えてくれ、ごめんな。ちょっとマジでね、あヒルバラの真ん中取るって、あの本当になんだろうな、あの船を、相手のね、もう船を破壊するぐらい、もうめちゃめちゃ大事だって。まあ取られ方返しちゃったけど、まあそれはね、俺がこれにこだわってしまったがために。いや、最初のファイヤーバードスターがめちゃめちゃ下手くそでしたね。暗い藤虎、え、あカウンター、俺よかった、俺が発動させてしまったかと思ったけど、味方だった、がっつり味方だった。オッケー、うわナイス、こっちも取り返しちゃうよ。お宝守ろう。オッケー、今は攻め時だな。オッケー、取れる。よし、先出し無敵スキルナイスだけど、うわ何やってんの。俺何やっとん。いや、まだけどね、俺はあそこまで頑張って取ってあげたというね。はい、その代わりお願い、みんなメタリック、あのスコギキングで行かせてくれ、もう少し耐えてくれ、頼む。ひど、俺少し無言でした。それは何ででしょうか。喉が、あ、口の中が乾いてしまうという、まあなんとも口の臭そうなことが起きてしまったのでね。まあね、俺は今すごい無言でしたけど、よし、よく耐えてくれ、私が来た。オッケー、強いね。まあ、カウンターだけ発動させないようにしてあげて、カウンターをちゃんと発動させるのをちゃんとあの見てからにした方がいいかもしれないですね。それは狙撃キングね、マジで外から打って自分が安全だからって言ってどんどん打つのは良くはない、良くはないのが良くはない、分かった、みんな。よし、ということでね、はい、やっていきますよ。裏大丈夫かな。よし、黒ひげが言ってくれている。よし、カウンターのキャラはエースだけ、エースがカウンターをしたら俺はファイヤーバードスターを普通に打てると。はい、少し離れていこう。これでエースがもしカウンター発動させて、オッケー、カウンター発動した、ファイヤーバードスター、オッケー。そういうことよね、真ん中取られちゃったけど、それはめちゃめちゃ申し訳ない、うん、めちゃめちゃ申し訳ない。え、裏取り、え、マジ、え、それはごめんだけど、あんま気にしていない。なぜなら俺は C 地点を守ろうって頑張っているから。そう、俺は頑張る。オッケー、メタリックスだ。オッケー、この多段スキルがバカ強いんだよね、バカバカに強いんだよ。オッケー、こっちから撃つわ、ファイアバードスター。うん、当たってないわ、うん。余裕でダウンしてたの俺は見つけてしまった。オッケー、ここ、よしカウンターするしかないんじゃない、全然しないじゃん、カウンターするしかないんじゃない。 C、 早くカウンター C。オッケー、はい、ということで2戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。違うさ、狙撃キングってさ、待って、コーラキャラってさ、レア度的にはフェス限より上の位置なのかな。やっぱコーラキャラじゃん、どうなんだろうね、そこ。コーラキャラとかってそこら辺ってどういうレベルなんだろうね。まずい、カウンターだぞ、うわー、うちが間違えた、それはミスった。いや、大丈夫、俺もごめん、簡単に吹き飛ばされちゃった。オッケー、ファイヤーバードスター、カウンター両方とも使った。オッケー、ナイス。なんでよくわからずに痛い、待って、ボコボコなんですが、すいません、ボコボコなんですが、よし、取れ、オッケー、ナイス、オッケー、シャンクス、ナイス。うー、なんか俺なんかさ、なんかすごい犠牲感すごくない。
まあさすがにもう2戦目でなんか今やばいんで、さすがにもう裏はエースです。はい、さすがにね、まずいんで、そんなしょっちゅうソイキングで行くとかいう最悪プレーはもうしません。すいません、さっき戦った方味方、いえすいませんでした。そしてさっきナイス勝利でした。さすがにオッケー。あー、読んでたなこの藤原さん。そう、カウンター読みっていうのが最近皆さんできるようになってすごい上手いなって思います。はい、しかしここら辺でどうしようどうしようどうしよう、このさ真ん中に中央で挟まれてる感、さすがにオッケー。藤虎は回避して、おらーえんて、これ押しせよな、これこれで当たんないってやばいよな。一発二発、一発やばいやばいやばい、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、ここでお互いエリア内で戦うのは全然いい、オッケーオッケーオッケー。そろそろやられておきたいが、やられたい、くそー腹立つ。おお、超チームブーストの恩恵がすごい。はいはいはい、ここでおーおー、誰かゴロゴロメダル発カウンター、よし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 、ここで耐えていって、うまいな、誰かカウンター終わった瞬間に、クソやられた、ナイスナイス、ソゲキングじゃなくて誰だっけ、あのベッチベッチ、ナイスベッチ、うわークソ、うわ間に合わなかった、回避ボタン押したんだけどね、やめてー、何そのコンボ、最強コンボやん、俺もごめんねなんか2人でハート押し合ってたけど俺も押したっけそこら辺は覚えてないわ、俺覚えてないけど、覚えてないからみんな、ということでやっていきますよソゲキングさん、よしよしよし、あるある、全然ある全然ある全然ある、これはねちょっと回避させよう、やべオッケー、これ今のめっちゃうまない、なんかさソゲキング今日さなんかやめてー、ごめん、どっちがどっちか分からなかった、マジでごめんマジでごめん、ちょっとさシャンクス、やっぱさカウンター持ちがこんな狭い持ちでさ、カウンターいっぱいしたらさ、いつ攻撃すればいいのってなる状態だよね、マジでごめん、うん、分かったベッチ、ごめんってごめんってベッチ、俺裏で行くわ、うん、オッケーオッケー、ちょっとねエースさ密集値弱いから、まあ弱くはないんだけど弱いっていうことにして、俺は裏で行くわ、オッケーオッケー、え、いや、ある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 。こっちでしょ。こっちを取れとみんな言ってるよね。バレた、バレてた、バレてた、バレてた。うん、バレてた。マジでバレット。マジでダグラスバレット。よし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 。取れ、取れ。オッケー。無事取ら。スキル振ってこい。うわ、くそ。カウンター。しょうもねえな、俺。ほんとごめんな、味方の人。ここ。おー。はい、ということで3戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。いやさ、一つ言っていい？あの最初に C 地点取ってくれる、あのドーフィーとか出してくれる方って確実にグリフォンとかでやられるわけじゃないですか。本当にいつもありがとう本当にいつもありがとう。だってさ最初 C 地点必ずやられるわけじゃん。あれ意外とソゲキング足早いんだなだ最初さ確実にやられるためにでも入ってくれる、なんかドーフィーってなんか足遅くなった、なんかいつもだったら確定で取れてる気がするんだけど、そこは気のせいかな。ちょ、これはねカウンターされない、さ、うわマジか、きついきついきつい、オッケー、ファイアバードスター、あー、じゃあ仕返されている、いや、まずいぞ、いや、痛い痛い痛い、メタリックスター、オッケー、でもないか、よし、それ、え、あ、そっち当たんない、待って、無敵スキル、やめて、おー、危ねー、お、コーティーユ、ソゲ、あ、青生地マジでナイスじゃん、青生地マジでナイスじゃん、一発当てとくわいけいけ、殺せろ、オッケー、今入る、やめてよ、今入るって流れじゃん、今入るって流れだったやん、黒ひげさん、黒ひげさん、あんたさ、ちょっと遠距離スキルもうちょっとさ、本当にエースの通常ぐらいにしてほしいんだがあの本当に願望マジでさ、結構さ、あんたさ、強すぎん、おー、大丈夫か、任せろ、ここでカウンターを、オッケー、いや、痛い痛い痛い、どこまで、どこに座れてんのすごい、え、そこ、無敵スキルってそんな範囲広かったっけ、エンテー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 といえば、エンテーといえば何でしょうね話すことなく俺はどんどん思ったことを言ってしまうため意味のわからない実況が多々あることですけど、裏に黒ひげいる、警戒、クローズしてくる、クローズしてくる、あ、してたしてたしてたよね、オッケーオッケーオッケー、うわ、裏がやばい、うわ、なんだよこれ、うーん、裏やばかったの見えてたのに、うわ、黒ひげ、え、どこにいんね、あ、戻っただけか、ちょっとね、やっぱね、黒ひげ化け物っすね、ちょっとやばい、ブースト来てるうちにさすがにサンドリしてないとブーストで負けてるとまずいから、オッケー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 、え、やばい、真ん中やばい、あー、ごめんごめん、真ん中行けばよかった、うん、メタリックスター、オッケーオッケーオッケー、いやー、ごめんごめんごめん、これ俺のミスだ、判断ミス判断ミス、よしよし、裏行くわ、裏行って一人を、一体だ、ちょっとさ、ソゲキングめちゃめちゃ強いはずなんだけどな、本当に強いの、本当に黒ひげなかったらバカバカに、あ、やばい、ごどりされる、これ俺のせいか、うわー、俺のせいやん、やめてー、オッケー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 、オッケーじゃないよ、あー、めっちゃ遅い、くらえ、ファイヤーバードスター、どこ打ってん俺ほんとごめん、味方の人、これ俺負けたわ、あー、ごめん、
はい、ということで4戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。いや、ソゲキングって本来ヒルバラティだと結構強いはずなんですけど、やっぱねそれ以上に強いキャラが入れてしまう。やっぱさ、ヒルバラさ、アーロンパーク、やっぱシャボンディドラムじゃない、シャボンディドラムでもまあまあ強いけど、まあシャボンディドラムじゃないとあの黒ひげ4とかには勝てないですよね、マジで。いや、カウンター持ちも強い。うわー、これだよ、これこれだよ、これ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 、あーこれだよ、これこれこれ今日さ、ソギニング最強っていう回だからさ、頼むから最強にしてくれよ、マジで強すぎるこれ泣くよな、マジで。せめてな、ワンテンポ遅らせてくれれば、予備動作があるスキルにしてくれれば誰も文句はないんだけど、この予備動作がないスキルでも一つ思うことは、予備動作とクールタイムの秒数は関係ないですね。関係ない。これカウンターされるな、下手したらされないんかい。ここオーケー。あ、無理だ。どこ撃ってん、毒。オッケーオッケー、こっち飛んできた。オッケー、その間にも中央取れる。オッケーオッケー、ナイスおとり、素晴らしいですね。オッケー、これジャスカイツしていく。やばいやばいやばい、オーマイグンネス、オーマイグンネス、マジでオーマイグンネス。やばいやばい、2巡目がやばい、2巡目。オッケー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 、とりあえず無敵スキルは、一発当てたよん、一発当てたよん。待って、やばい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 、全然全然勝てない。待って、全然勝てない。俺ってこんな弱かったっけっていうぐらい弱かった。やばい、裏取りもされてしまう。やばいやばい、これはまずい非常にまずい、非常にまずい、非常に。2連続5取りは快挙じゃないか。5取りってそんな、5取りってそんなやられるもんじゃないからね、5取りってそんなやられるもんじゃないから、みんな、いやみんなが5取りってそんなやられるもんじゃないからね。ね、え、みんな知ってる、5取りって本当に10戦に1回も起きるか分からないんだけどね。あれ、5取りしかもされるというね、2連続で。オーマイグンネス、スキルがびっくり。はい、ということで5戦目やっていきます。皆さんよろしくお願いします。さっきさ、スコアめちゃめちゃ低かったじゃん、低かったじゃん。しかもそれで5取りされるやん。でもさ、俺みんな多分動画見てくれた方はさ、分かると思うけど、なんかしょうがなくねって思うことない2連続さ、5取りって言ってもさ、何言ってんだ、2連続さ、これごめんな、ほんと守りきれなくて。あ、当たんなかった、ナイス。あれ、レイジュ裏取り来ました皆さん、レイジュ裏取り来ましたよ皆さん。うわ、巻き込まれた、分かってたんだけどね、読めてたんだけど、うん、読めてたんだけど。オッケー、メタリックスだ。オッケー、ただこれ、ただ当たりやすくなってない、ああねね、これなんかさ、しょうがないかねって思っちゃうんだけど、動画見てる方、しょうがなくないですかしょうがなくないですか。確かに回避するしょうがなくないですか。いや、でもさ、5戦目、今日6戦やりましょう。さすがに5取り2連続という、もうギネス記録かもしれないという、本当に2連続5取りってすごないしかもされる方、される方、しかもガチでやって、ナイス。エンテ、ちょっとな、1戦目とかの調子が。オッケー、カウンターセットしとく。あ、何やってん俺。あ、ラッキーあ、ラッキーあ、ラッキーラッキーあ、ラッキーあ、ラッキー。オッケー、どいかいね。やっぱね、今までちょっとあれだったんで、ちょっとこっからですよ、僕の時代はこっからですよ。1発、2発、3発、オッケー。ブーストは強いよ、さすがに。オッケー、守る。嘘、嘘、巻き込まれに行っただけ、全然守っていない、まあ、ただ単に巻き込まれただけ。まさに鬼の所業、よくわからない、鬼の所業とはどういう意味でしょうかどういう意味でしょうか。ナイス、肉。うわ、ソゲキング全然活躍せんな。いや、でもいろいろと活躍してると思うけどな。あー、これカウンターされない、されな、されると思ったけどされな。オッケー、ここサンキュー。オッケー、こっちもジャスカイしていこうな、行こうと思ったけど行かない。オッケーオッケーオッケー、裏取り注意頼んだ、裏取り注意は頼んだ。お、5取り、え、2連、3連続5取りというね、え、なんともさ、面白い結果じゃない。いや、こうなったら5取りしようぜみんな。あー、レイジと噛み合わなかったね今。ん、失せろ、こっちにやる、やれよ、こっちに失せろ、やれよ。まあまあ、イエーイ、5取り。はい、ということでラストやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いや、今回の動画時間もしかしたら短いかもしれん。だって5取り3回ってそんなある。しかもさ、じゃあ1つ言っていい、全部ヒルバラ、すごない？2分の1とは、2分の1とは何でしょうか。グリフォン飛んでくるな。これメタリックスターで合わせたかったけどごめんな、ごめんな、お前の味方のシャンクスはお前を置き去りにしたみたいだ。オッケーオッケー、メタリックスター、あーあーあー、ドフィーに当たらなかった、さすがにそれは当たる、一発、よし、でかい。え、シャンクスどこ行った。あ、オッケーオッケー、クローズ使ったよみんな。うわ、こうなったらさ、マジで守りきれんよな、守りきれんようなファイアーバードスター。うわ、どこに当たってん、危ない、危ない、危ない、離れろ離れろ、離れとけって。すごいすごいすごい、地獄絵図。なんか今回さ、俺結構ランク高くなってしまって、結構ランク帯とかランカーの人とか、まあさ、昨日の動画で多分言った、あ、今日の朝のサボの動画で言ったのかな、で言ったんだと思うんですけど、ほら、黒ひげが大量当たり前に発生していて、それプラスやばい、バレている、それで無駄回避をしてしまったのに、きっときつい、うわー、きついな、黒ひげきついな。
やばい、守ろうかな。よし、でも一人いるから大丈夫。オッケー。あー、こっちも黒ひげ、黒ひげにメタリックスト。うわ、今間に合わなかったか、間に合わなかったか。おお、ラッキーラッキー。はいはいはい、回避してメタリックスト。あー、ごめん、によー、呼んどりされたの俺のせいだ、ごめんね。一発ファイヤーバードスター。うわ、間に合わなかったか。うわうわ、え、回避したのに3発目当たるってあるんだ。強ない。あんた強ない。今日俺最近っていうか、あの夢で、夢っていうか、なんか俺フィギュア集めなんかハマっていて、フィギュア集めにハマっていて、てか最近ハマりだして、まあ一つも買ってないんですけど。一つも、やばい、地獄絵図すぎる。いやー、危ねー危ねー、やおー。これ無理じゃね。これマジで見直した方がいい。これ無理じゃね、これ無理じゃね、これ。うわ、ゴロゴロつけとくなー。こしゃくな黒ひげか、黒ひげ小尺か、小尺黒ひげか。やばいやばい、これはこれ無理じゃねー、これ無理じゃねー。いやーくん、バカ肉食われた。これ無理じゃねー。緑属性の入る余地なくねー、これ。びっくりゲー、やばいやばいって、これで倒せない、マジで本当に倒せない。しかも緑属性本当に出るまくない、あの本当に。だから一回僕そのランカーさんたちと当たった試合があって、そのね、えぐかったんすよね。そのワンパンワンパン、俺全部その時全部緑、あ、緑ミッションやってたんですよ、その時。いやいや、無敵スキルもうたまって、おい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 、笑っちまうぜ、笑っちまうぜ、相変わらず笑っちまうぜ。楽しいぜ、バウンティラッシュ。でもね、なんかね、俺のプレイスタイルだからか分かんないけど、まあ、味方の方はすごい、人前何やってんだよとかあるかもしれないけど、俺すごい楽しんでるから別にいいんだよ。まあよくはないけど。うわ、カウンター押したんだけどな、カウンター押したんだけどな、カウンターほらなくなってるでしょ、カウンター失敗しちゃう。ペイ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 、ごめんなさい。はい、ということでね、今日の動画終わるんですけど、ソギキング。ていうか、え、なんかみんな今回の動画俺下手くそというよりかわいそうっていう目で見てたっしょ。今日今回かわいそうっていう目で見てたっしょ。しかも結構リーグ上そこそこ上位帯に入ってしまったがために、申し訳ないっていう気持ちが強かったです。ということで今日の動画があります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。